皆さんおはようございます。ポケモンオメガルビーアルファサファイア、ガチ虫統一パーでシングルレートパート4ということで、やっていきましょう。レートの方がね、だいぶ上がりましたので、動画の方をパパッと、撮らさせていただきます。ただいまのレートが、1726ということで、最高レート更新中でございます。さあやっていきましょう。今回も前回と同じパーティーでの対戦じゃないパーティーとなっております。はい、いやー、マジでね、ちょっとレートがかなり上がって嬉しいんですけれども、いつの間にやらまたね、レートが1600、1500までね、下がってしまうとね、寂しいので、悲しいのでね、早めに動画を撮って上げておきたいと思います。はい、奈々さん対戦よろしくお願いします。お相手のパーティーへメモらさせていただきます。画質の方をですね、少し、変えてみたんですけれども、綺麗になったでしょうか。綺麗になってるといいですね。さて、お相手のパーティーは、ガルーラ、ファイアロー、キノガッサ、ギルガルド、練習ボルトに、マリルリとなっています。そうですね。それにしてもアギルダの、刺さりがだいぶ、良くなってきてはいるものの、なかなかちょっと初手アギルダを投げた方がいいのかというのが微妙な感じのパーティー。キノガッサ初手の可能性も考えるとイワパレスはありなんですが、マリルリがいるのでちょっと厳しいかなというところですね。一応アギルダがエナボ持ってるので、マリルリ対面でも有効打は取れるものの、初手でファイアローが来てしまうとやや厳しいところ。キノガッサもいるのでフォルトスアート投げっていう並びも作りたいんですよね。一応ボルトとガルドに強く出れるガモスは入れていきたいんですが、アギルダガモスパレスにしてしまうとガルーラが死ぬほど重たくなってしまうのが難点。だからといってカイロスを入れるのであれば、ファイアローに打点が取れるフォルトスカイロスで、選出をしていきたい。ただそうすると今度ギルガルドとボルトロスがかなり重たくなってしまうので辛いという風な感じのパーティーになっていますね。さて残り30秒どうしていきましょうか。仕方ないのでアギルダ投げてガモスは投げていきます。残り1体をどうするかですね。マリルリ、ギルガルド、それからキノガッサガルーラに強く出れるカイロスを入れるか、アロー、それからボルトロスに強く出るイワパレスを入れるかっていうとこですね。ヘラクロスも刺さるっちゃ刺さるんですけど、ファイアローがかなり重たくなってしまうのでヘラクロスで突破できるかどうかというとこになります。あいにくギルガルドじゃないステルスロック巻かれるパーティーではないので、イワパレスにしていきましょうか。なのでアギルダを初手に持ってきて、ウルガモス、イワパレスという流れで行ってみたいと思います。めっちゃ噛んだ。さてお相手初手何から来るでしょうか。ボルトロスから来る。どうしようかな。ここでアギルダーの助けを潰されてしまうのもあんまり美味しくないですし、ここでウルガモスを投げるのもどうなんでしょうかというところなんですよね。最近電磁波持ちのボルトロスを見るんですよ。レイジボルトですね。一応有効打でメザー氷はあるんですが、一旦ガモス投げてみましょうか。なかなか難しいところですね。この対面はパレスから入るべきだったのかというところですね。さあジマンボルトをご利用してくる。これで型が分かるんですが、メガネ臭いですね。メガネじゃないな、弾か。107入りましたか。次で落ちますね。ランスっぽいですね。美味しくないな。かなり厳しいなこれは。あー厳しいですね。殴りましょう。一発耐えることを祈ってボルトオスで引っ込める。悪くはないかな。この対面はマリルリかな。ファイアロー美味しいですね。これ美味しい。当たってくれればなんですが、 OK 当たってくれた。さてガモスを取っておきたいんですよね。どうしようかな。ガモスは取っておきたい。裏のギルガルドを考えるとガモスは取っておきたい。ここでアギルダを投げてしまってもいいんですが、いろいろと厳しいか。積まないと勝てないですもんね。ガモスを捨てるという選択肢もある。ただここでマリルリが出てこなかったってことは裏にマリルリがいない可能性あるな。ガルーラはありっちゃありですね。厳しいな。ブレバですよね。裏ギルガルドだと思うんですよ。だとこれ取っかないといけないので、しゃあないんでここアキルダ投げますか。
テスが空やぶできるかですよね。アギルだから入ります。ですね、岩パレスが空やぶできるかどうかが勝負の鍵にはなるんですが、オッケー、花休め、まだワンチャンありそうですね。ここはあんまり美味しくなかったかな。まあ、ヘッドバック打ちましょう。ファイアロスで引っ込める。何が出てくる？ガルーラ、なるほどね。だとすると早急にここはウルガモスがいらないですね。ここガモス投げます。炎の体ワンチャンにかけていきましょう。多分猫玉から入ってくるとは思うんですが、多分こっちのアギルダの助けはバレてるとは思うんですよね。そうなるとガルーラを突破してパレスで積んで2立ての流れが一番勝ち筋がありそうですね。うわー、読まれたか。ステミタックルで鬼火が入らないと辛い。あー厳しいな。鬼火が入らないのは厳しいな。どうしようかな。不意打ち耐えないんですよね、うちのアギルダーさん。ヘドバック、いやここは突っ込んできますよね。ヘドバックでどければ勝てそうですが、あー不意打ち安定策なんですが、それは無理だわ。ここに来てこのアギルダーさんが BO0 で作ってマイナス創生かけてる痛手が出ちゃいましたね。きつかったな今のところ。まあ不意打ちとヘドバックのタクなんですけど、まあしゃあないですね。結構ね、高レートだとね、あそこでステミタックル打ってくる方もいるんですよね。頑丈が潰されてしまうと負け確なんですが、ここは殻を破っていきます。なぜここもダイモンズなのかちょっと分かりませんが、これは負けですね。ファイアローの対面で、そうですね、ファイアローの対面で、リアパレスを投げていればよかったのかな。それか居座りで目立ちを打つのが正解でしたね。ただアローガモス対面で居座って目立ちを打つっていうのも結構厄介で、まあ、裏がガルーラっていうのが確定で分かっていればあそこは捨てられたんですけれども、ちょっと厳しかったですね。お相手の選出が、上手でした。さすが冷凍1700台対戦ありがとうございました。はい、まあ大体今のところね、1700から1680あたりを前後している形になりますね。じゃあ一旦カットさせていただきます。はい、対戦相手が見つかりました。パンケーキさん、対戦よろしくお願いします。先ほどの試合に負けて1711となっています。さて、またまたすごいパーティーがやってまいりましたが、お相手のパーティー名もらさせていただきます。バシャーモ、ボルトロス、カバルドン、ナットレ、マニューラ、スイ君となっています。そうなんですよ、このね、カバルドン、バシャーが重たくて、まあ、このアギルダを作ってみたんですよね。さあ、まあ、またまた試運転になってしまいますが、アギルダを投げていきましょう。裏なんですが、一応カバルドンをアギルダで突破できる想定ではいるので、裏はちょっと他のポケモンに強く出ていきたいんですよね。ただバシャーモ以外を見るならばヘラクロスがぶっ刺さりなんですよ。ただバシャーモはいるのでほぼ確定でいるので、まあカババシャーはほぼ確定かな。残り1体がマニューラだったりボルトロスだったりするんですよ。まあスイクも出てきやすいんですが、そうです、これ言ったらいいんですかね。もう一応ナットレイ用にガモスを連れていくのはありなんですが、ステレスロックは巻かれる想定で行く形になるので、パレスもちょっと出しづらく、ガモスも出しづらい。あーなるほどね。このパーティー選出だとカバルドンをアギルダで見てもちょっとステレスロックが厳しい感じになってしまうんですね。だとすると、まあカイロスで馬車見てパレスでボルトと、まあ、残り1体を見るという風な形の本当に対面構築的な選出になってしまった方が戦いやすいのかなですね。パレスもステレオ込みでもさすがに他の攻撃は一発で耐えると思うので、ちょっと不安だな。
まあ、行ってみましょうか。初手はアギルダーで、裏にイワパレスと、カイロスで、さっきね、パレスがあんまり活躍できなかったんでね、ここで活躍させていきたいですが、初手は、多分カバルドンだと思うんだけど、うん、カバルドンですね。カバルドン。D に振られてると確定2発でエナボが持っていけないんですが、とりあえずここはエナボ連打でいきます。さあ、カバルドンはステルスロック、まあアンコールを持ってたりするので、まあ、ここでステルスロックを打つよりは殴ってくる場合もあるんですが、OK ですね。いいダメージ。さあ、ガンプー、OK。砂ダメで落ちちゃうんだけど、あ、落ちない砂ダメで。もしかして。耐えたんだけど。さて、ここどうしようか。ぶっちゃけ、後ろに引かれても問題ない。エナボゴリ押し行きましょう。ここでカバルドンが居座られる方がめんどくさいので。オッケー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 。カバルドン突破。いいよ、B で作った割には、B0 で作った割には耐えましたね、カンプ。そう。やっぱね、アンコール持ってるので、ステルスロックも張りづらいんですよね。これ砂あって、頑丈残ってるパレスさんがだいぶ活躍できるんじゃないですか。でも、ここは投げるのはカイロスです。まあ、バシャムから来るんで、続き考えればここバシャなんで。あれボルトから来た、あんまり美味しくないぞ。あんまり美味しくないぞ。さて、困ったな。ここは恩返し打ちましょう。電磁波、オッケー。悪くはない、この電磁波は。動いてくれればなんですが。もうさ、うちの動画さ、いつもさ、どっかの誰かさんがさ、いろいろとやっちゃいけないことをやらかしてる気がするんだけどさ、気のせいですかね。ここは恩返し打ちます。自慢ボルトですよね。一発は耐えていただかないと、ちょっと、余裕で一発耐えましたね。いやー、ちょっと待って。ちょっと待って。お願いだからさ。俺に勝ち筋を作ってくれないかな。いやー、これはひどいなー。これはひどいなー。これは無理だって。ひどい。一発でも当たってなくてもまた話は別なんだけど、ボルトだなー。困ったなー。パレスから投げるべきでしたね。さて、さあ、卓ゲーのお時間ですが、卓ゲーもクソもないんですが、砂嵐も収まってしまう。電磁波。勝ち筋は電磁波ですね、ここ。お相手が電磁波を打ってきてくれるぐらいかな。カレーブ積まないと裏の馬車きついんですよね。いや、カレーブ積みましょう。ここは電磁波。いや、まだいける、まだいける。まだカレーブ積、いやー、この麻痺辛いって、次の電磁波で終わりじゃん。あー、ひどいわ。この試合はひどいわ。この試合は動画にしていいのかすら、ちょっと悩むぐらいの運の悪さですわ。いや、だってさ、ここ、今ね、でもこれ、卓ゲーで卓勝ちはしているので、運負けしてるだけで卓勝ちはしてるので、お相手こう電磁波ド安定になるので、今の10万が切らなければ、なんだ、ダムが残ってて、今のタイミングの電磁波でラムが発動して、まあ、切らない状態でボルトを突破。で、裏に出てくるバシャモに対して、地震で、突破できる。まあその対面もまた地震とカライブの卓ゲーになるんですが、それでもまだ勝ち筋は全然あったんですよ。いやー、これ俺の算段では、まず恩返し2発でボルトロスの HP 消してフェイントで突破するっていうのが俺の中での勝ち筋ではあったので、いや、これはひどいですね。対戦ありがとうございました。まあ、この場所がメガじゃなくてタスキの可能性もあるんですが、それにしたって。あ、たま、なんでもタスキではないですね。グレードラですからね。あ、これはひどい試合だったな。いや、運が悪いにしてもここまで運が悪いとなんともできねえぞ。
あひどかったですね。一旦カットさせていただきます。対戦ありがとうございました。はい、ということで対戦相手が見つかりました。なんて読むのか分かりませんが、ただいま先ほどの試合に負けてレートが1695と1700落ちてしまいましたね。にしたってさっきのは運が悪いでしょさあ、お相手のパーティーメモっていきましょう。ポリツ、クチート、ガブリアス、スイ君、ガルーラ、ボルトロスと、今日はボルトロスの選出がかなり多いですね。そうだなぁ、そうだなぁ。ガブリアス、ボルトロスは出てきそうですが、ガルーラはどうだろう。クチートの方が出しやすいですよね。まあ、アギルだから言って ガモスを投げていくんですが、今回アギルダは完全に初手3連続で選出されてますけれども、フォレトスかな、どうだろう。ヘラも刺さりはいいんですが、いやヘラでもいいか。ただ初手クチートと対面してしまった場合のことを考えるとちょっと厳しいんですよね。まあ、その場合は捨てみたいな感じになりますが、まあこれでいってみましょう。まあアギルダで一応ボルト、スイ君、ガブリアスあたりを見れて、まあヘラクロスで、スイ君、ボルト、それからクチートに対して上から自信、ポリツに対しては打点はないですが、まあある程度、攻撃はできます。ウルガモスがポリツ、クチート、ボルトロス用といったところですね。ガルーラにかなり重たい選出になりますが、まあ多分クチートが出てくると思います。それでは、対戦よろしくお願いします。こちら初手アギルダから入って、裏に、イワパレスと、あ、チェアウルガモスと、ヘラクロスとなっています。さて、なんということでしょういやー、今日は選出全く噛み合わないですね。これ3連敗じゃないですか。動画としていいんですかいいんですか。困ったな。特殊ガルーラ臭い気もしなくもないだったら、これはヘラじゃない、ガモスを投げてみましょうか。特殊ガルーラっぽいですよね。炎を使えるやつがいないので、ガモス投げで入ってみます。さてと、俺3連敗嫌だけど、猫玉、オッケー、猫玉から入ってくれるのは美味しいですね。オッケー、ナイス、炎からだ。これ結構絵振ってますけど、大丈夫ですかこれ結構絵振ってますよね、多分。さて、ここは町前から入ります。いや、大文字から入るか。文字から入りましょうか。さざめきがいいかな？ガブバックがきついかな？そうですね、さざめきにしておきましょうか。ステヒタックルおっとおっと、特殊格好笑いみたいな感じになってるぞいや、詰めばよかったですね。いやー、でもまあガモスの必要性が、まあ裏にクチートがいないので、ぶっちゃけもう必要性はあまりないので、ガモス仕事しましたね。少しさあ、おにぎりと次のあれで倒せそうですが、裏のガブリアスにも入ってほしいので、さざめき打っときましょう。セミタックル。これなら超前でもよかったですね。まあ落ちるんで、関係ないんですが。さて、次はガブリアスかな、スイ君かな、それともボルトロスかなってところになるんですが、タクっちゃタクなんですよね。お相手アギルダー見てるので、下手にガブリアスから投げてこないと思うんですが、素直にアギルダーから行ってみましょうか。オッケー、ガブリアスから来てくれる。さあ、アギルダー投げていきましょう。ここ、メザコリバレますかね。まあ、バレたとしても、取っておければなんとかなるので、これでいきましょう。さあ、メザコリ、スカフではない。まあ、倒せはしないんですが、ガンプー。これで S 逆転。あ、S は逆転しないですね。裏がスイクンボルトなので、ここはエナジーボール打っておきましょう。裏に水君がいた場合刺さるので OK ですね。お相手も素直に座り、サクサクな感じでガブリアス突破していきます。マジで対面構築的な感じになってますけれども、さあ裏はボルトロス、お、いいですね。ヘラクロスがぶっ刺さりですね。さあ、ここはメザコーリの方が入りますが、毒ワンチャンにかめてヘドロ打っておきましょう。
ロックらない。まあ、ヘラが、ロックブラストを当ててくれれば別にいいので。いや、本当に、うちのヘラクロ、今日は本当にちょっとカイロスさんとヤバレスさんが、まひにまひってからヘラクロスさんを頑張っていただきたいところ。さあ、お願いします。さあ、ヘラクロスにメガ進化していく。ここカイロスじゃなくてよかったですね、本当に。ヘラクロスでよかったです。さあ、どう出る？お相手は？デジハー。うん、まひらせるから入ってくるよね。さあ、頼むぞ。お願いだ。よし、オッケー！倒しましたね。対戦ありがとうございました。よかった！お盆発動した！これ倒せんのか？今、安心感に胸を膨らませていたが、落ちるのか、これ。4発で。乱数臭いか。いや、さすがに落ちるか。大丈夫ですね。オッケー。対戦ありがとうございました。よかった、よかった。なんか、前回と似たような動画になりそうですけど、前回と全く同じような動画になってる気がするんですけど、気のせいですかね。まあ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 、いいでしょう。まあ、1週間での投稿と考えればね、とりあえずこのくらいでもいいんじゃないかな。はい。まあ、結果報告みたいなものなので、ぜひね、いつもの対戦見たい方は生放送にいらしてください。それでは一旦カットさせていただきます。はい。ということで、対戦の方はいかがだったでしょうか。まあ、1戦目はね、選出がうまくいかなかった試合というか、まあ、選出で負けていた試合ではありましたね。まあ、裏のギルガルドにちょっと怯えすぎたといったところでしょうか。まあ、フォレトスがやっぱり欲しい試合でしたね。それから2戦目は、綺麗にアギルダとカバルドン、対面でうまく動けましたね。岩石用事が確定で耐えるかどうか、後で調べておきます。まあ、ボルトロスのね、麻痺がなければ、麻痺というかね、カイロスの2連しびれがなければ、もしかしたら恩返し2発からのメガ進化フェイントで、ボルトロスを突破、後、裏から出てくる、馬車に対して、フェイントが入っていたかもしれません。メガ馬車であれば、裏は、フレドラと自身で突破できていました。まあ、お相手うまくて飛び膝を打ってきているようであれば、また話が変わってき、ていましたけれども、どうだったんでしょうか。3戦目は、勝ててよかったですね。毎回毎回2敗1勝という、ギリギリな戦いになっている気もするんですが、まあ、綺麗に初手のガルーラに火傷を引いてくれたおかげで勝てたといったところですね。岩技持ってたら負けてました。はい。それからまあ、パレストをね、アギルダーの投げる、ガブリアスタイムのところもアギルダー投げれてよかったですね。結構軽技を警戒しないで、ね、ガンプ打った後に突っ張ってくる方が多いので結構助かりますね。はい。毎回毎回麻痺に怯えているような、試合が多い気がするんですが、気のせいでしょうか。はい、ということで、おしゃべりはこのぐらいにして、さっさと結果報告見ていきましょうか。ちょっとキャブってみました。どうですか。今回、のレートが、勝って1709ですね。対戦回数442回の、勝利回数が227回の、敗北回数が、215回ということで、まあ、勝率の方は上がっています。勝率上がってんのかまあいいや。このバーディの、総合戦績なんですが、66戦39勝27敗、勝率が 59.09% で、最高レートが、最初に言った通り1728となっています。まあ、まだまだ1800まで遠そうですが、まあ、とりあえず1800、いけることを祈って、頑張っていきたいと思います。はい。じゃあですね、コメントレスポンス、していきたいと思います。今回はちゃんとね、コメレスちゃんと、調べてきたのでカットしなくても大丈夫です。皆さん、ウポツ、うちはですぞと、ウポツですということでコメントありがとうございます。まあ、いつもね、見ていただいて本当にありがとうございます。まあ、本当最近は趣味の領域で投稿しているような感じなので、結構気楽に投稿できてますね。やっぱ考察動画はあれ、時間かかっていろいろこう考えたりああだこうだりしなきゃいけないのも楽しいんですが、やっぱね、モチベがかなり左右されてくるので、なかなか難しいですね。それから、使っているポケの、努力値知りたいです。バトルの、バトル中とか前に教えてほしいというコメントがあったんですけれども、このパーティーでアギルダとルガモスの、型紹介は前回しました。前々回でフォルトスの型紹介もしてあります。カイロスは、普通のエースの、容器型になってます。ヘラクロスは、虫ポケ考察のヘラクロス動画をご参照ください。特性だけ根性になっていて、
方はそちらになってます。パレスもですね、岩パレス動画で紹介している、ものをそのまま引っ張ってきているものなので、そちらをご参照ください。基本的には、虫ポケ考察の動画で使っていたポケモンは型紹介は省いております。それから、ケタグリバンギ初めて見たかもということで、あ、そうなんですかね、なんか意外と出てくる印象ですけれども、あんまりうだれることは確かにないかもしれないですね。それから、さっきのメザパなんで歌、なんでさっきメザパ打たなかったんだというコメントありました。これがフォレトスとランドロス対面ですね。HP がほぼ削れていたのでカイロスのフェイント圏内になっていたんですね。なので、まあ、ガルーラが後ろから出てきた時用にボルトチェンジを打ってクッション用にフォレトスを取っておきたかったというのが一つの理由です。はい、あそこで、まあ、居座られたところであんまり意味はなかった、関係なかったというところが大きかったので、まあ、少しでも、なんだろう、フォレトスをクッションとして使える、まあ、パーティーの、ね、受け回しができるようにできるだけポケモンを取っておきたいという考えでボルトチェンジを打ちました。はい、ということで、コメントもね、まあ、目新しいのはこのくらいというか、返信できそうなのはこのくらいだったので、まあ、コメレスも以上で終わりになります。まあ、サクサクいくような感じの動画で終わってしまうんですけれども、今回はね、これで終わりになりますので、また頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、お疲れ様でした。バイバイ。